すらなかに声量負けてたんです。はい、というわけで今回はですね、じゃじゃん、伏見稲荷に来ております。もう観光地中の観光地でございます。今回ですね、こちらにインドネシアの方がおられるのではないかと思って今回探しに行きます。ちょっと踏切が下がってきたんで声量を大きくしています。じゃあとりあえず行きましょうか。パノラマ TV、 さあ渡っていきましょうか。今回ね、スムーズにコミュニケーションが取れるようにこの本用意してます。ちょっと真面目に渡りましょう、うん、じゃあ、あと多分これね、逆側通行してるわ。とてつもない量の人や。耳を澄ましてでもインドネシア語は聞こえてこないですね。あ、そうか、もう勉強してるから分かるんか。そう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 。大工事中ですね。いや、これもあかんな。すごいな、人が。パノラマ TV。それじゃあお呼びしましょう、スペシャルゲストさん。電気ハンマー番号アルファ、改造人間電気ハンマーことかっちゃんです。よろしくお願いします。電気ハンマー番号ベータ、改造電気ハンマー人間ことベンヤです。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日お二人呼ばれたというところなんですけど、はい、今日は一体どういう企画をするんでしょうか。謎解きかける電気アンマ。え、謎解きかける電気アンマって何なんですか一体。よくぞ聞いてくれました、はい、メンタリストの大吾さんの弟の松見東辺三角形両方。丸や丸や丸や。あ、丸でしたか。うーん、たま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 はい、というわけでね、はい、というわけでメンタルがすごいね。ありがとうございます。ありがとうございました。はいはい、あんま流行ってるの？松丸くんがやってるやつ。やってる謎解き、はいはい、新感覚のこの謎解きっていうのを私開発しました。なるほど。はい。さすがやな。普通にクイズをやるっていうところまでは一緒なんですけども。謎解きと普通の。はい。なんですけど違うところがあって、今回この脱出ゲームの要素も入れました。おお。
脱出ゲームの要素。はい。おお。入れました。はいはい。なるほどなるほど。どういうことかと言いますと、はい、電気アンマーをされながら問題を解いて、もう解けるまでやめない。電気アンマーをやめない。地獄やん。やり続ける。え、正解するまで電気アンマーは続けられるってこと？あ、もうずっと延々。やばい。とわにやります。とわにとわにやります。どこに脱出ゲームの要素？電気アンマーされながら謎解きのどこに脱出ゲームの要素？続けられてましたからね。サバンナモンキーや。やばいやばいやばい。なるほど、はい、っていうのを今日やっていくというところですね、はい、じゃあ早速やっていきましょうか。はい、レッツ謎解き。はい、じゃあ早速やっていきましょうか。よっ。まあ、いけるでしょ。いけますか。うん。ちょっと頭いいからね。確かに。クイズ王やもんね、パノラマの。クイズ王やから。俺だけやっぱ学力聞いれてるからな。確かに。この光景めっちゃ見たの。よし。じゃあ、よし。いきます。それでは、第1問。はい。はてなに。さしさしさし。さしさし。答えなさい。さし。アメリカ94。韓国2、南アフリカ共和国10、ブラジルは聞いてる？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 読んだ？終わった？終わった？ブラジルの答えだったかな？そう、ブラジル、ブラジルは？ブラジルはどこなんだ？ブラジルはどこなんだ？え、ブラジルは？ブラジル、アメリカ94、韓国2、南アフリカ共和国10、ブラジルは南アフリカ共和国何番ですか？10、番ですか？エース何番だよ。エース何番だ。違う、全然違う、全然違う。え、ちょっとそんな技なんかい。確かに結構簡単やんな。そうやね。いや、逆に言わせてくれ、うん、電気アンマーされてない状態でも分かる。今出るアンサー出る今14です。あ、そう、なんでですか？なんでワールドカップの年です。そう、あ、1994。そうだな。あ、どこで開催されたかってことか。そう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 、そう、韓国2002年。そう、日韓で、日韓ワールドカップ、うん、もうトミーのアメリカで分かった。すごいな、逆にめっちゃ好きやな。話変わってるそれは八百長やん。ヒントがないんやから分かった。